ジャパンディスカバリー TV。 はい、ウシーでーす。今回はですね、漫画とアニメの楽しみ方の違いについての動画を撮っていきたいと思います。皆さんは漫画を読むこととアニメを見ること、どちらをすることが多いでしょうか？ここでの漫画は絵を主体とするもので、アニメは映像を主体とするものとします。皆さんの中にはアニメと漫画どちらか一つの表現方法でしか作品に触れたことがない人がいるのではないでしょうか？絵を主体とする漫画と映像を主体とするアニメでは、作品の内容は同じであっても見せ方が違うため、楽しみ方が違ってきます。そこで今回はアニメと漫画の楽しみ方を、それぞれのメリット、デメリットを踏まえながら詳しく解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ると、一つの漫画作品を絵でも映像でも楽しみたいと思ってもらえるはずです。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。レディー。はい、ここから漫画を読むメリット、デメリット、そしてアニメを見るメリット、デメリットをそれぞれ詳しく解説していきたいと思います。まず漫画のメリット、デメリット、そしてアニメのメリット、デメリットの順で説明し、デメリットは簡単に、そしてメリットは詳しく解説していきたいと思いますので、気楽に聞いてください。では漫画を楽しむ際のデメリットを紹介します。私ウーシーは主に3つあると考えます。1つ目は購入にお金がかかる、2つ目は保管場所に困る、3つ目はページめくりが必要で漫画を読みながら何かをすることができないです。特に漫画の購入にお金がかかったり保管場所に困るのは問題ですよね。しかし、この漫画大好きウシはこれらのデメリットを上回るだけのメリットが漫画にはあると思っています。それでは漫画のメリットの発表です。3つのメリットに分けて説明していきますね。この私ウーシーが考える漫画のメリット、1つ目は、ドゥーン、ドゥーン、作品の最新話が読めるということです。これは原作が漫画だった場合という条件付きではありますが、個人的にはこのメリットは漫画を読む上でとても重要だなと思います。漫画を読むことで最新話が読めるという先取り感があり、いち早く続きのストーリーを知りたい読者にはとても魅力的なポイントだと思います。漫画に比べてアニメは原作である漫画をもとに作られることが多く、アニメで最新話の内容が放送されるのはかなり後になってしまいます。最新話の更新は基本的に漫画雑誌、単行本、アニメの順とされています。ここで出てくる漫画雑誌と単行本の違いについては、過去に投稿した漫画紹介の動画で詳しく説明していますので、後ほどそちらをご覧ください。続いて2つ目のメリットを発表します。2つ目のメリットは、自分のペースで読めるということです。アニメだとほぼ完全に受け身でしか視聴することができず、見ている人の中にはもう少し早く進めばいいのにと思っている人もいると思います。ちなみにこのウーシーがその一人です。このウーシーはとてもせっかちでありますので、早く進め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 。そういう意味では漫画はアニメよりせっかちな人向けです。次に最後の3つ目のメリットを発表します。3つ目のメリットは、保存が効くということです。漫画は保管場所さえあれば
いつでもどこでも好きな時に読むことができます。このメリットは作品のファンにとってはとても嬉しいですよね。しかしここで注意しなければいけないのが漫画を一から読み返す時です。漫画をもう一回読み返そうと漫画の一巻から読み始めてしまうともう最後です。作品の内容が面白いのでページをめくる手が止まりません。続きが気になりすぎて最後まで読みたくなってしまいます。そして漫画を読むことが第一優先になります。皆さんの中で漫画を持っている人は必ず経験したことがあるのではないでしょうか。1巻から始まり10巻や20巻で終わる完結する漫画はいいのですが、ワンピースなど長い漫画は100巻を超えています。読み終わるまで数十日数ヶ月はかかるでしょう。皆さんこの点は注意してください。はい、ここまでが漫画を楽しむ際のメリットデメリットでした。次はアニメを楽しむ際のメリットデメリットです。はい、まずアニメを楽しむ際のデメリットから紹介します。アニメのデメリットも3つあると考えます。1つ目は放送時間の関係上あるエピソードを抜いたり展開が変わってしまうことがある。2つ目は視聴時間が決まっていて漫画より時間を使う。3つ目はほぼ完全に受け身でしか視聴できず伏線などじっくり考えることをしづらいです。特に一つ目のデメリットに関して言うと、原作である漫画で描かれていたシーンがアニメでは放送されないことがあり、漫画を読んでからアニメを見た人は何か物足りなさを感じたりすることもあります。しかし逆にアニメで原作である漫画に描かれていないシーンが放送されたりすることもあるんです。これはその作品のファンにとってはメリットだと言えますね。はい、ここからはアニメのメリットを先ほど紹介したメリットに加えて4つ紹介したいと思います。まず1つ目のメリット、2つ目のメリット、3つ目のメリットを連続して紹介し、最後に4つ目のメリットを紹介します。それではいきます。このウーシュが考えるアニメの1つ目のメリット、2つ目のメリット、3つ目のメリットは、キャラの声が聞ける、フルカラーである、キャラに動きがつくです。いやー、ついに出ましたね。これぞアニメというメリット3つです。アニメにこれらの特徴があることで視聴者もよりキャラに親しみが湧くようになり、とても聴覚的に楽しむことができます。好きなキャラが声を持ち、そしてフルカラーでありかっこよく動く。もうこれだけで興奮しませんか？確かに漫画でもフルカラーの作品はありますが、基本的にフルカラーではありません。そのためフルカラーでキャラクターが動くアニメに感動を覚えるのです。はい、最後に4つ目のメリットを発表します。4つ目のメリットは、テレビでアニメを見る場合はお金がかからないです。漫画は基本購入となりますが、テレビアニメは基本視聴無料となります。日本ではテレビでアニメを見ることができます。毎週何曜日の何時からと決まった時間に放送されていますね。私も幼い頃はテレビアニメを見るために毎週早起きしてテレビアニメを見ていました。今思うと本当にアニメを見ることが楽しみでしたね。しかし今はテレビの録画機能の発達により、いつどの時間帯にテレビアニメの放送があってもそのアニメを録画することができ、いつでも見ることができます。また現在は動画コンテンツの発達により、世界中で多くの人がアニメを見ることができるようになりました。昔に比べて身近に感じることができるようになったアニメをこれからもたくさんの人に見てもらい、好きになってほしいですね。はい、ここまで漫画とアニメの楽しみ方の違いをメリット、デメリットを踏まえて
説明してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。漫画とアニメそれぞれに良さがありましたね。今回の動画で漫画とアニメをより深く知ることができたのではないかなと思います。皆さんは漫画とアニメどちらが好きですか。今まで漫画とアニメどちらか片方しか触れたことがない人が今回の動画の内容を受けて、初めて漫画を読んでみよう、アニメを見てみよう、そう思ってもらえたら嬉しいなと思います。漫画とアニメどちらも最高ですよ。数多くのいろいろな作品が漫画やアニメになっていますので、ぜひお気に入りの漫画を探してみてください。このチャンネルでは日本の食べ物や文化、歴史など様々なジャンルを皆さんに分かりやすく紹介していきます。 Japan Discovery TV を見れば日本について詳しくなれること間違いなしです。もしよかったらこの動画の評価、そしてグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではじゃんけんタイム、いきますよ。何を出すでしょうか。いきます。最初はグー、じゃんけんパーン。それではバイバイ。